来たな。アルファチームのリーダー孫悟空さんです。お前が噂の新入りか。なかなかの面構えじゃねえか。どれほどの実力か試してみるか。やめとけゾロ、まだ新入りだぞ。騒がしい、よそでやってくれ。まったくどいつもこいつもこんな連中ばかりだが、それでもよければ俺たちのチームに入るか。よく来たな。ベータチームのリーダールフィさんです。お前海賊になりたいのか。だったら俺たちのチームに入れよ。うちのチームはサンジがいるから飯がうめえぞ。わらわはルフィがいればそれだけでいい。こんな感じのチームだけど、ぜひともよろしく。よく来たな、新入り。ガンマチームのリーダーナルトさんです。俺のことはナルト隊長と呼ぶように。ご機嫌ですね、ナルトさん。ああ、やる気があるのはいいことだ。空回りしなければですけどね。厳しいな、トランクスは。聞こえてるってばよ。ナルトいじりはその辺にしなさいな。俺たちのリーダーなんだから。ほら、サスケ、お前もこっちに来て挨拶しろよ。うちはサスケだ。相変わらずですね、サスケさんは。なんだか誰かに似ているような。どうですか、俺たちガンマチームの印象は。こんな感じですが、ガンマチームは敵地への潜入や偵察などを得意としているんです。気に入ってくれたらぜひ俺たちのチームへ。やっぱり忍術が一番だよな。カカシ先生よりビシビシしごくから覚悟しとけってばよ。この場所はトレーニングルームです。 J フォースのメンバーはもちろん、これまでに戦ったベノムズの情報をもとに構築されたアバターを使用し、シミュレーションによる模擬戦闘が可能です。早い話が、今までに戦ったやつなら誰とでもまた戦えるってわけだけど、模擬戦闘はまた後にしてくれよ。今は俺との実戦だ。さあやるってばよ。Let's go!
の細いわ。うわっ、お前やるな。では隊長として新米に一言。戦いに勝てないやつや弱いやつはクズ呼ばわりされるかもしれねえけど、仲間を大切にしないやつはそれ以上のクズだって加賀先生の受け入れだけどな。ガンマチームに登録します。